全人口ザブルーデイとして開催されています。全人口ザブルーとは、日本財団が海と日本プロジェクトの活動の一環として全国各地で取り組む、これ以上海にゴミを出さないという社会全体の意識を高めるためのプロジェクトです。今年から大分地区での活動を私たち OBS 大分放送と一緒に取り組むことになり、今日はそのキックオフイベントとして全人口ザブルーデイを開催することになりました。そして今日は特別にミスタートリニータ高松大輝さんをお迎えして一緒にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず昨年の活動の様子をまとめたこちらの動画をご覧ください。プラスチックの問題が生活が変わるんですね。それだけすごく気になってたんで、ゴミを見るとちょっと嫌になる、ショックです。今世界が直面する海洋ゴミ問題、中でも深刻なのはプラスチック。100年単位で世界のゴミをさまよい、やがて細かな破片マイクロプラスチックとなり、生態系に計り知れない影響を与える可能性があります。美しい海洋を守るためのリーダーシップを世界の中で取っていきたいと。海洋問題に取り組む日本財団は、日本初の包括的海ゴミ対策プロジェクトチェンジフォーザブルーを立ち上げ、その後環境省との連携も発表。産官学民一体となって日本から世界に発信できるモデルを生み出していきたい。国民的なムーブメントを目指したチェンジフォーザブルー、鍵となるのは、海のゴミのおよそ8割は町から来ているという事実です。 All those from post-consumer PET are failed to be collected properly, and some of them may still be entering rivers or oceans.街のゴミを減らすため、名だたる企業が先を争い、チェンジフォーザブルーに参画。リサイクル事業で新たなスキームを次々と発表しています。日本の地の最前線、東京大学でも、いまだ謎の多い海洋ゴミの実態解明に全学を挙げて取り組むと宣言。海は人類存立の基盤といっても過言ではありません。そして市民一人一人の手によって日本全体の連帯を示した海ゴミゼロウィーク、地域に根ざした企業団体、大人から子どもまで、海の未来に心を寄せる全ての人々が力を合わせた瞬間でした。少しでも拾えたら来る人が多くなると思う。この海ゴミゼロウィーク、全国北から南までおよそ1500カ所、延べ50万人が参加しました。でも多分両方来たら若干青き海に囲まれ、海と共に生きてきた私たち日本人、一人一人の行動が今世界の海を変えていきます。チェンジフォーザブルー、青く輝く海を私たち自身の手で。はい、動画をご覧いただきました。高松さん、いかがでしたか？そうですね、大変勉強になりましたね。やっぱり意識や行動でゴミを減らすっていうことは大事だと思うので、ここにいる皆さん、そして一人一人がね、本当に行動を持ってゴミを減らしていって、大分のね、海、全国の海をきれいにしていければいいと思いますね。そうですね、海洋ゴミのおよそ8割は町から川を伝って海に流れ出したものだったんですね。いや、僕も知らなかった情報だったんで、本当に勉強になりましたしね、もっとこれからもね、気をつけながら行きたいと思いますね。そうですね、一人一人が海洋ゴミに関する正しい理解と問題意識
識を持つことが大切です。さあ動画にも出てきました、海ごみゼロウィーク、今年は9月12日から19日に秋の海ごみゼロウィークとして全国一斉清掃キャンペーンを開催します。現在参加者も募集していますので、ぜひ特設サイトを覗いてみてください。そして今日はミスタートリニータ高松さんの他にも水族館海卵からネコザメなど海の生き物たちがやってきているんです。高松さん、ご覧になりました？いや、ご覧になってませんすいません待ってご覧になりました。入り口のところにタッチプールが設けられているんです。あ、本当ですか、はい、じゃあこの後行きます。ありがとうございます、はい。今日は海卵からネコザメ、およそ30センチぐらいの小さな可愛らしいサメなんですが、が来ていて、本当ですか？そうなんです。そしてナマコですとか、トゲトゲしたウニも。ナマコ触れますか？触れます、触れます。来ていまして、で、このですね、海卵からの海の生き物たちに触ることができるという催しなんですが、西ゲートに設置しています専用のゴミコンテナに分別してゴミを捨ててくださった方に海の動物たちと触れ合うことができるというイベントなんですね。ぜひドーム内外のゴミ拾いに参加していただければと思います。ぜひ参加してください皆さん、はい。今日ちょっと暑い中皆さんたくさん来ていただいて、ね、はい、まあ繰り返しになりますけれども、海をきれいにするためにはゴミ拾い、ゴミの分別、削減が重要なアクションとなっています。私もゴミの色でちょっと気持ちがすっきりします。いいことしたなってぜひそういった気持ちを味わっていただければと思います。大分トリニータのホーム、ここ昭和電工ドーム大分で今日は皆さんと一緒にその第一歩を踏み出せればと思います。さあ高松大地さんにいよいよサッカーについて話を伺っていきたいと思います。サポーターの皆さんも待ち遠しいと思うんですけれども、久しぶりに見たこのピッチからの景色いかがですか？そうですね、本当にピッチでこうの時はこうやってゆっくり眺めることはなかったので、ちょっと興奮してます。そうですか、はい。現在14位の大分トリニータなんですが、今シーズン高松さんどのようにご覧になっていらっしゃいますか？やっぱりコロナの影響でちょっと苦しんでるかなっていうのはあるんですけど、ここ数試合見てますとやっぱりトリニータらしいサッカーもできているので、今日はね、本当に期待したいですよね。ね、はい。そして今日のゲーム、大分の注目選手、そして大分トリニータに期待することをズバリ教えてください。今日はやっぱり鈴木のりキャプテンに期待したいですね。その理由としてはやっぱり FC 東京の、ね、攻撃陣は、ね、強力なんでね、はい、ここの高いですし、やっぱり鈴木選手中心にどれだけ守っていい守備からいい攻撃でどれだけいけるのかっていうのを見ながらね、注意しながら見ていきたいかなってなります、はい。期待が高まっていきますよね、はい。さあ今日対戦相手の FC 東京なんですが、大分にゆかりのある選手、東選手と森重選手もいらっしゃいますよね。今日は森重選手がスタメンとなっているんです。そして高松さんも過去に在籍していましたけれども、この対戦相手いかがでしょうか？いや、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、森重はね、本当にいい選手ですからね、今日は彼のいいプレーをね、あんまり見ない見させてもらいたくないですからね、おとなしくしていてほしいですよね。そうですか。さあ今日は人数制限がある中でスタジアムにたくさんの方が集まってくださいました。高松さんからサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、やっぱり皆さんの声がね、選手の力になるんでね、今日は本当に難しいゲームになると思うんですよ。でもやっぱり皆さんの後押しでトリニータに勝利できるようにね、応援してくれたらありがたいですね。そうですね、はい。そして高松さんなんですが、この後オービングスラジオでラジオの解説も務めていただけるということで、ありがとうございます。試合見ながら聞いてくれたら一番嬉しいですね。そうですね、もうそうしていただいたら嬉しいです。ダゾンで多分松田さんが解説してると思うんで、ラジオ聞きながら僕の方に聞いてくれればありがたいかなと思います。そうですね、そして今日は海ごみプロジェクトのたすきをかけて
登場してくださってるので、ね、可愛いです。ですよね。マスクもつけてます。兄さんのマスク、これすごいな。とっても大きいですね。こんなマスク見たことないですね。手作りの商品だ。どうですか。シャッ。さあ、高松さんのラジオなんですが、OBS ラジオでのウィンニータ戦生中継で解説を務めていただきます。解説を聞きたいという方は携帯のラジオのアプリでも OBS ラジオを聞くことができます。ぜひ皆さん、高松さんの解説も合わせてお楽しみいただければと思います。さあ、試合開始までまもなくあと1時間を切りましたね。そうですね。楽しみでしょうがないですよね。皆さんも早く試合始まってくれないかなーってね。もうそしてうちらも仰いでる姿がもうね、本当ですね。あ、多分ピッチもっとね熱いと思うので、はい、で試合もね熱い試合になると思うんでね、ちょっと楽しみですよね。そうですね。今日は大分トリニータが綺麗なホームで勝利をつかめるように、みんなでゴミ拾いもして、そして応援も頑張りましょう。ぜひ熱中症にもならないように水分補給などもしっかりとなさって活躍していただきたいと思います。では高松さん、ありがとうございました。